ごめんなさい、<laughs> 本当に、今、あの1回ね、お電話出てしまいまして、ね、お父さんじゃないです、あのうちの父じゃないんですけど、えー、お電話がであのなりまして、えー、<laughs> そうね、ちょっとね、これから、これ、変えた端末変えた方がいいかもしれない、はいえー、来週から端末別にします、<laughs> 本当だよね、お休みモードにね、はいすいませんでした、本当に皆さんあの、でも継続してみていただいてありがたいです、ありがとうございます。 はいえーじゃあちょっとね改めまして、えー、ちょっとねそうそうあの今西武座2丁目という新宿2丁目の、えー、動きについてお話をしてましたそうそうなのでなんかこうその2丁目での動きがまたなんかこう自分たちを守ろうっていうねなんか他のあの町とか飲食街とかのあっ飯塚さんありがとうございますえー、動きに活性化になんかつながっていくといいなっていう。 こあってまあ、そういう働きかけをね今しているところなんですけれどもで、えー、とその署名をですねあのお客様に署名をから署名をいただいてで、えー、とそれが2800人ぐらいの「あゆうウくんさんありがとうございます」えー。 署名が詰まったのでそれをまあ新宿区役所にお届けに行くというえことをねちょっとお願いされてそうですあのきっかけとして本当にあの最初に動き始めようとでまあ2丁目だからこそできるその最初にねなんかこう積極的に動くっていうのもまあ2丁目だからできる部分っていうのもあるのかなということでえと働きを始めたというふうにこの間話を聞いてですね なんか結構ねあのツイッターとか見てるとなんかこう2丁目だけを、ね、また特別扱いすることをなんか何こう国にね求めるのかみたいなあの声とかがね結構あったんですけどそういうことではないまあそれももちろんあの2丁目をちょっとこうのために何か支援みたいなものがいただけもう本当にいただければなっていう話なんですけれどもただやっぱりそこをきっかけにして。 他にもあのもしかしたら輪が広がっていくかもしれないなっていうところまでも考えての動きだということを私は聞いています。でえっ、ー、とただ今新宿区の方でもね結構その大家さんになんかこうのその何でしょうあの 家賃補助じゃんみたいなものをねあの試作をやったりとか新宿区さんの方でも結構動いてくださってるという話はあのこの間伺いましたので胸、えー、元すみませんちょっとね飽き過ぎかもしれない、はい、これもまた50円で買った来た方で50円で買ったんですけど、えー、そうですねであの新宿区さんの方でも動いてくださってるあそうあそうですねありがとうございます。えー あの,ので、えっと、これからまあ本当にあに町がねあのまだまだちょっとこれから自粛が明けても例えばこう入れられる人数が限られていたりとかカラオケがまあちょっと歌えないかもしれないとかいろいろとねありがとうございます、えー。やっぱり今まで通りにすぐに営業が再開できるという。 環境にはなかなかならないと思いますので、えっとだからやっぱり長期戦をねか覚悟で望まなければいけない部分があるのでやっぱりあ,あの本当にもしなんかこうであの支援を金、ね、していただける部分があればやっぱりお願いしたいなっていう感じですよね。それはあの経営している人にとってもやっぱり私にとってもとても大事な町なので。えー もうねこの間 NHK の朝のニュースでも、えー、言ってましたけどそのもう10件ぐらい結構こう営業をやめてしまったお店があるということなんですねもう,もうその時点ですでになので、えっと、だけど多分本当にそういうところですごくこうストレスをあの日々のストレスを癒されたりとかしてる人も あるいはそういうお店がなんかこう生存確認の場所みたいになってたりする部分もまだまだあるのでだからやっぱりこうそこはねやっぱりできるだけ多くのお店が、えー、このコロナに負けずに残れたらいいなっていうふうに私は思っています。はい、であねそうそれで西武座に常面の動きがあってそれを NHK の朝のニュースの方で取り上げてくださったんですね。で、えっと、それがあの朝ドラの え前なんですよ7時45分からの首都圏のニュースであーそうですよ、ね、<laughs> であのまあ,あのうちの父はですね、えー、また父ネタですけどうちの父は本当に基本 NHK しか見ない人でだから私あの有吉ジャポンさんとかはもう全然出ても平気だったんですけどさすがに朝の NHK のニュースは結構流してる率高いんですよ。 なので、えー、ともしかしかね例えば私あの署名のその表書きを読み上げる声とか入ったりあとマスクはしてるんですけど一応顔、あのー、なんかねあそこでモザイクお願いしようかなとも思ったんですけどまあなんかわ、まあ、悪いことしてるわけじゃないしいいかと思って、えー、そのままで、えー、お願いしたんですけど、えー、そうですねあのー、まあ、声を聞いて「あれ この声はと思って、よく見たら自分の息子みたいなことが、えー、我が家で行われ、実家であったのかどうかは知らないです。<laughs> えっとですね、今のところ父からの LINE はないので、えー、また数週間後の父の日に、えー、実家に電話した時に、もしかしたら何か、あのね、父からお言葉があるかもしれません。あ、衆さんありがとうございます。あ <laughs>、ね、あ、で、えー、で、 そうですね。なので、また何か動きがあれば皆さんに、えー、お伝えしたいなと思います。<laughs> 何のコーナーや。<laughs> で、えっ、ー、とー、あとはね、その、いとこがね、実は、えー、最近というか、あのー、ずっとね、フェイスブック、あ、シュンさんありがとうございます。フェイスブックでね、つながっていて、で、えー なんですね、最近ちょっと私もだんだんといろいろといい加減になってきて Facebook はすあのす、まあ、本名でやってるんですけどで、えっと、最近ね割ともうめんどくさくなって Facebook の方でも八方不美人の,あの活動とかをね結構こうしょまああの時々アップしたりしてるんですよ。<laughs> そしたら まあ、今まで自分がカミングアウトしていないいとことか、あとはあの、ね、小学校、中学校の同級生とかからとか、あとあの、ちょっと最近仕事の、あの、昼の仕事での取引先の方とかね、あの、まあ、あの、割と皆さんからご反応いただいて、でもあの、本当に全然もう好意的なね、あのー、 お言葉いろいろ頂いてでいとこからも最近ちょっとねちょこちょことこうメッセンジャーは来てるんですけれどもでえっと昨日の朝かななんかもうあのいとことねあのメッセージのやり取りしてたんですけど、まあ、女性のいとこでねすごい頭のいい子なんですけどなんかこう私が数日前にツイッターで、えっと、今ねあのベランダ菜園をやっててであのキュウリの葉っぱの裏にアオムシがねなんかこう。 ううねねしててでえっとちょっとこう最近ハラポ「腹ぺオムシとかね読んだりしてるとこう殺すのが忍びないみたいなことをつぶやいたんですよ。で、えー、でまあ実際もうじあの殺さずにまあ、あれしてたんですけどで、えっと、そういうツイートを、ね、あのいとこが読んで。 であのそういえば、まあ、私あっちゃんって呼ばれてるんですけどあ,のあっちゃんはこうがすごいもう子どもの頃に私も覚えてないんですけど昔やっぱり何かの虫をなんか殺すのがかわいそうってなんかこうくちばしったらしくてで、えっと、なんかねあのそれをすごいとこが覚えててであ今,今も昔も変わらないんだなと思いましたっていう、ね、メッセージを頂い,いてで、まあ、あのそんなね あのー、あっちゃんが今「死んで」って歌ってるのがすごいおかしいっていうまあオチがついててでも確かにねそうですよねしかも「死んで」って人に対して「死んで」って歌ってますからね、えー、<laughs> まあまあまあ本当に、えー、そんないろいろなね、えー、人生っていろいろだなと思いますけれどもはい、えーまあ、そんな話をあれだらだらとしてますけれどもあのー、そうですね どううしようかなコロナの話ああそうそうそうで最近とまあまあ今日ね私ツイートもしたんですけれどもえー、とテラスハウスの、えー、花ちゃんの事件がありましたで、えー、あの私結構ねあの相乗りとかテラスハウスとかすごい好きなんですよなのでテラハもずっと見ててで,、あのー、でもまあ台本ないって言ってもあるよねみたいな。 あのぐらいの前提で見ているので全然そんな本当にあれを見てねその何かこうツイッターにねリプしようとかも,いっもう本当に全然思わないですけどあのまずそのね本当に話じゃ本当にあのすごいねなんかこう面白い子だったので本当に私的にはすごく本当にまあ別に本当し びっくりしたのとなんかこう,、うん、なんかこう自分で、ね、命を絶ったんじゃなければいいなってすごい思ってたんですけど、えーちょっとね、本当に悲しいことになってしまいましたけどただあのよくも悪くも本当にリアリティ番組ってあのすごい感情移入しやすいというかあのやっぱり。 あれに出ている人ですごくでしかもまあ台本はあるだろうけれどもだけど一応その本人が本人として出ているというところでなんかやっぱり親近感がものすごくあの湧いちゃうんですよね。でだからえっとそれがいい方に転ぶこともあればやっぱりすごくネガティブな方に出てしまうこともあるんだろうなというふうには思います。特にやっぱりその 彼女たちのの同世代ね大丈夫止えっと彼女たちの同世代の,、ねの,えっと、の,世代の動いてるよね、えー、その20代前後とかまあティーンエイジャーとかのね、えー、ことからすると少しあそうだ私ね結構考える時にこう止めちゃうのであの心配されるかもしれませんすいません。えっと、そうですね あの若い世代からするとやっぱりどうしてもこうすごくなんでしょうあのどうしてもだんだんね年重ねてくるとれ、ね、人間って良くも悪くもすれてくるのでまあまあ作り事で、ね、半分みたいな、えー、スタンスで見れたりすると思うんですけどやっぱりどうしてもその若ければ若いほどねこうなんかこうなんでしょうそこに感情移入の度合いが激しくなっちゃったりとかあのするのかなっていう風に思います。 あ、本当ですかあ、あらあらあら、そんな、嬉しいあ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ポテトさんありがとうございます。そう、あのー、で、ちょっとね、ポテトさんその後のこともいろいろお聞きし第い感じしますけど、はい。えー、なので、 ただね本当にそこでさらにそういうのと SNS という誰に対してもすぐにアクセスできてしまうツールとのなんかちょっと今回不幸な掛け合わせだったなっていうふうに、えー、事件を、まあ、知って思いました。でえー、っとでねちょっとツイートもしたんですけど何でしょうこうそれね先週ねちょっと私あの さんにとって許せないことは何ですかっていう質問をいただいてあの、まあ、保留にしてるたんですけどそことも、ね、まあ少し関わってくるか分かんないですけど何でしょうこうあのなんかねネガティブな感情というのをなんかねあので人間って全然持っていいと私は思ってるんですよ。自自分自身があの まあ仲間内でねなんかこうやっぱりこう自分の中でストレスがたまったらそう SNS を本当にね使いようなんですよね。で、えっとまあ、あの私はあの、まあ、本当になんかストレスがたまったら、まあたね、悪口言うこともあるしなんかもう人を妬しいと思うこともあるし何、えー、でしょうねこうなんかねこういうなんかネガティブなあの まあほんとずるるいこもも考えたりもするんですよでなんですけどなんかこうそれをねなんか自分にとってのなんか,なんかねそんなにね私は本当 <laughs> 誇れることは何でもないんですけどなんかこう自分にとってなんか唯一の何美点みたいなものがあるとすればなんかそういうネガティブな感情を自覚してるっていうところはなんか 結構ね、なんかこう自分の中ですごい大事にしてる部分であなんか今自分の中にすごい黒い感情が湧いてるなとかなんかこうあ自分なんか平気な顔してるけどあの人のこと妬んでるなとかなんかこう今これいろいろとなんかエクスキューズつけてるけどまあ自分悪口言ってるよね今みたいな,なんかそういうのはねちゃんとそこはね蓋をしないで自分で把握をするっていうことだけは。 すごい心がけてるんですね。で、それってね。なんかあの世の中にはでも本当に人の悪口言わない人いるんですよ。あのあのそれはなんかね。もっとなんか全然あ。何人としての徳が高いみたいな感じで、アルピーナさんとか割とね。それに近いんじゃないかな。なんかドラグンインのね。あの人ね。本当になんかあの？ちょあのもちろんあのなんかこうちょっとこう。 小粋な、なんかこう、な、何小粋な、なんていうかこう、あのー、なんかね、あのー、声、小粋が悪いことをね、もちろんアルピーナちゃんも時々ね、ポロってこう言ったりするんですけど、でも全然可愛らしい、可愛らしい方で、で、<laughs> すいません、もう言葉がね、出てこなくて。で、なんですけど、でもほ本当にね、なんかそのぐらい、なんかこう、 の人も本当にあの人としてできている人っていうのも実際本当に世の中にはいるんですただえっとねあのー、まあなか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 誰のことも嫌わない誰のことも悪く思わないみたいなことってなかなか難しいですよであっタカさんこんばんはえー、なんですでねそうアルピーナさん本当に優しいんですよん <laughs> あの人優しいであのー、なんだけどそこをね例えば あの悪口は言っちゃいけないとか人のことを嫌っちゃいけないみたいに言う何ていうかねこう概念みたいなものが強情主義的なというか,なんかそういうものだけがすごくねなんかこう前に立っちゃうと結局そういう自分の悪い気持ちみたいなものをなんか受け入れられなくなっちゃうんですよね人って。だからなんかこれはあの悪口じゃないとかこれは誹謗中傷じゃないみたいに結構こうっていう。 なんでこれは正義,正義だとかこれはなんか正しいことをしてるんだとかこあいつは悪いやつだから懲らしめなきゃいけないみたいなそういうマインドになっちゃう。で結局なんかこうその本当はストレス発散でしかなかったりとか悪口結局悪口だよねっていうところもそういうふうにすり替えちゃったりすると、あのー、なんかね自分のそういうなんかネガティブな部分と向き,向き合えなくなる。 でそう向き合えないと結局なんかこうあ言い過ぎたなとかあとで反省したりとか感情をコントロールするみたいなことはやっぱりできないんですよね自覚しないと。であと妬みみたいな感情もちゃんとあ自分今あの人のこと妬んでるなとか嫉妬してるなっていうふうになんか思えたらなんかなんかね逆に楽になるんですよねなんかこう私の場合はなんですけどなんかこうでもう。 黒い感情とかなんかこう黒い思いが湧き上がってきたらとりあえず一回誰に見せるのでもなく入力するなんかこうメモ,メモったりとか入力したりするとなんかだいぶ気持ちが落ち着いたりもするしだからなんかねそこね蓋をして押し込めるんじゃなくてなあのそしてあのむやみやたらに人にぶつけるんじゃなくて、まあ、私もあの時々ぶつけちゃうことあるんですけどでも。 むやみやたらにぶつけるんじゃなくて、一回自分の中で整理するみたいなことを、あの悪い気持ちは悪い気持ちとしてなお茶はありがとうございます。こう認め認めた上でで自分で本当にダメだよね。って思いながらも。でもそういうそういうところを一応、自分の中で一回受け入れた上でっていう作業がをなんかね。やっぱりしないと。例えば妬ましい。気持ちって蓋をしてるとね。本当にどんどん自家中毒みたいに。 なっちゃううんででですすすよよそさせる感じですよね自分の中でねその悪い気持ちをねまあ本当に生きてる限りどうしてもそういうのは付きまとうのでなんかこうあのなかったことにするんじゃなくて、ね、自分も至らない人間ところもあるよねいいとこもあるけど至らないとこもあるよねみたいなところでなんかこううまくねなんかこう,こう付き合っていくみたいなことをねなんか 少しずつみんなできるといいねっていう感じはちょっとしますよね。はい。<laughs> まあ、お前な、何目線で語ってんだって話ですけど、はい。えー、まあ、ちょっとね、そんな話もしてみました。さて、じゃあ、ちょっとね、今週の、えー、あ、すいません、いろいろありがとうございます。そうそうそう、あの、悪意がね、育ってくるんです。あの、蓋をしちゃうと。そうなんです。あのー、 自分の糧にするというねそうそうそうなんかあのー、でね結構ね悪い感情でちょっとね自分の中でもね楽しい感じ楽しいななんかあすごいこうあなんかやっぱ自分にもこういう黒いとこあるよねいっぱいみたいな,なんか成人君子じゃない自分みたいな,なんかこうところをはちゃんと自覚して。 ね受け、うん、入れるってね難しいんですけど最初難しいんですけどなんかね一回超えるとねすごい楽になるのなんかね手前で結構立ち止まっちゃう人が少なくないかなって思うんですけどもう本当に一回腹をくくって、うん、悪いぶ自分夫婦ってあるよねそうそうあの一回腹くくってその自分のネガティブなところにすごくこうあの。 向き合ってみるまあねそでも人それぞれの体制があるのでなんかみんながそれした方がいいよとは言えないんですけどただなんかもしやれるんだったらなんかね一回そういう風にすると逆にその後の人生が結構楽になったりとかもするので、えー、何かのね参考になればいいかなと思ったりします。はいえー、ごめんなさいいいいちょっっととねあかりが違ったいつもと、まあいいや <laughs> そうですねエンタメとか、ね、本当に作る上ではね大事だったりしますよねやっぱりねはいえー、で今週のねじゃあね本からいこうかなはい今週は、えー、こちらの本をご紹介したいと思いますじゃーん赤川二郎さんの2人あのー、赤川さん私 本当に最近はねなんかもう一時期ほどのやっぱりどうしてもブームという感じではないかもしれないんですけど私たち世代的にはもう本当に赤川次郎さんってこう中高生ねの頃ってもう大ベストセラー連発「セーラー服と機関銃」だったりとか「ミキネコホームズ」シリーズだったりとかえあとね「マリオネットの罠」っていう話とか本とかねすごい面白いんですよ。なんかね あのー、すごくね当時はなんか売れ,る売れていながらちょっと軽く見られてるようなところもあってあまりにもすらすら読めてしまうので、えー、ちょっとね軽く見られてるようなところもう誰でも書けるよねこんなのみたいな、えー、風に扱われていた部分もねあるみたいなんですけどなんかねあの赤川さん、えー、玉川が学園大学でなんかこう授業を持ってらっしゃったらしくてでまあ ある友達がねその赤川さんの授業を受けたらしいんですけどそこでなんかねやっぱり赤川さんの真似のようなあの小説をねその授業の課題で書いてくる人が結構いたらしいんですよねでそしたらでも赤川先生が言っていたのはなんかこうあのねあれはもう自分が試行錯誤してようやく手に入れた文体だからあの簡単に真似できると思うなっていうふうにね 厳し割とね厳しい先生だったらしくて、ね、おっしゃったらしいんですよ。であなるほどなと、あのー、その話聞いてね思ったんですけれどもさて、ね、この2人そう皆さんね結構赤川さんも読まれてますねあっ田うださんもねそうあの僕らの7日間戦争とかすごい私も大好きでしたで、えー、と赤川さんの2人これあのーはいえー、大林信彦さん最近亡くなられた大林信彦さんがの「 あの監督で石田ひかりさん中島智子さんの主演で映画化されてますが私は最初映画から入ったのかなあれね最初 NHK でなんかスペシャルドラマ的な感じで作られてでそっから映画化されたんですよねで、えーあまあ、それをもとに映画にしって感じかなええ 作作ななんんでですすけれども、えー、本当に名作なんですよねあの、えー、泣ける本当に泣ける映画になってますしこの原作もすごく面白いです。で、えー、ともうお話ね結構ご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、えー、どこまでネタバレになっちゃうんだろう。まあ ある、まあえー、と姉妹がいてで、えー、そのお姉さんがちょっとあるちょっと事故で亡くなってしまうけれども、まあ、ある意味亡霊のような形で、まあ、妹のに、えー、その後付き添うで、えー、と妹がそのお姉さんの霊にこう見守られながら少しずつ成長していくっていう、まあ、お話なんですけれども、えー、で、えー、とこの間ね、えーと あそうですね理由もそうですねわーわーで理由ドラマ化されてましたねはいでえっ、ー、とこの間「検察側の証人」っていうねアガサ・クリスティの本とビリー・ワイルダーさんの「情負」っていう、えー、映画のお話をした時にな,んかなかなかこう原作が好きな人にも、ま、満足できるなんか映画化作品ってなかなか難しいよねみたいな話をしたんですけど2人は本当に映画もよくできていて なんかこう昔に、ね、ある友達が言ってたのはなんかあれは本当に尾道という街こ,これは別に尾道舞台とかでも何でもないんですねなんですけど大林さんはもうそれを新尾道三部作としてなんか尾道という街に閉じ込めたというのがやっぱりあの映画の勝利だよねっていう話をしていたんですけど本当にそういうそれはそう思いますね。だだからこうあのただ原作をそのまま 映画化するんじゃなくて何かそういう,こう,もう設定を尾道の街にしてしまうとか何かそういうなんかねあのことだけでなんかただの原作のダイジェストじゃないものが生まれるっていうえ部分がすごくありますのでこれはもうえ映画と原作もし可能でしたら是非合わせて読み見ていただければなというふうに思っています。で映画、あのー えー、久石城さんが音楽をされていても本当にその映画音楽もとても素晴らしくて、えー、私サントラも買っちゃったぐらい本当に好きなんですねで草の「草の思い」という曲が最後に。 <laughs> 流れるんですけれどもそれは劇中では中島智子さんが歌ったり石田ひかりさんが歌ったりしてで映画のエンディングではえ大林さんと久石譲さんのデュエットで歌われるんですけれどもそちらも本当にとっても、えー、切なくていい曲なので草の思いそうですね、えー、ちょっとね多分 YouTube とかでね全然見れる見れる聴けると思いますのでもし機会があったら是非聴いてみていただければと思います。はいそして じゃあ今週のおすすめ曲、えー、ずっとね、えー、及川猫さん中崎秀哉さんの曲を、えー、交互に今お伝えしてますそうですね本当に大林信彦さんあのねあのー、あれなんですよ、ま、ちょっともう音楽の前にじゃあ、えー、大林さんの話で、えー、とあ本当に好きな作品もいっぱいあるんですけど。 こ,うあこれはチャーだなっていう作品もね割とこうすごく大橋さんってこう曲の激しい方だったなっていうふうに思いますけど「えー、と転校生時をかける少女寂しいん坊」とかはもう本当にすごく好きで二人もすごい好きであと「ハウス」もねまあ,あのなんちゃってですけどあのなんちゃってっていうかまああのあとね 狙われた学園とかねあのー、本当に結構私ね大林さんの作品好きなんですけど子供の頃にものすごいハマったんだけど今見るとあらっていうのも結構ねありまして狙われた学園とかもほんと好きでで私子供の頃超能力とかも超ハマってでうちも今未だに超能力の本とかあるんですよたまにやっぱりねもう48歳にもなるのになんかテレパシーとか欲しいなって未だにあと テレポーテーションとか、なんかこう、なんか、年度、ね、年力とかね、欲しいなって思うんですよ。だって、テレポーテーションがあれば、なんかこう、もう助走でね、重い荷物抱えていの移動とかがすごい楽になるし、年力が使えれば、なんか忘れ物、あありがとうございます、お茶ク <laughs> 鍋さん、ありがとうございます。あー、鍋さん、お仕事頑張ってください。あの ねなんか忘れ物をしてもね取りに帰らなくていいしみたいな本当にそういう生活の必要に迫られて超能力が欲しいんですけどなんですけどなんかこうで狙われた画園ですよそうそう本当にすごい好きだったんですけど大人になってから見ると少しねあららっていう感じのこ,こんななっけみたいな感じだったりするんですね。でで、えー、でももね好、まあ、好きは好きはななんんすけどそういうなんかもうこういかこ なんかこうねちょっと「あれあれみたいなところも含めてまあ面白いんですけどで、えー、あとはねそう今「偉人たちとの夏」の話が出てましたけど「あの偉人たちとの夏」もね本当にいい映画なんですねただこれはねあのそのアイランドという私が大好きなお店のねマスターが無類の映画好きでその方が言うにはもう本当に「偉人たちとの夏」は。 大好きなんだけど、もう最後のまあ、とある大まあ,あの女優さんのシーンが全てを台無しにしてるというふうにおっしゃっててもうね、この間私久しぶりに偉人たちとの夏見たんですけど、確かにわかる。<laughs> あれが演出のせいなのか、なんかねその女優さんの演技のせいなのかわかんない。確かにその女優さんの演技はあのその女優さん花はあるけど。 まあ演技はちょっともうあリアリアっていうところもなくはないのでだからねあのいやすごいですよもうあれねただあれが女優さんのせいなのかどうかちょっと私も判断がつかないです <laughs> なんですけどあの偉人たちこの夏のそのありゃりゃはね皆さん本ほえまあよかったら見てみてくださいあの本当とにあとはね時をかける少女ももう私はあのすごく好きでその 崖っぷちのね、ところで、ともよちゃんと高柳くんがね、こう、捕まってね、で、土曜日の実験室みたいなことを先見ながら、くる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 こう回ってね、渦に巻き込まれてくみたいなね、時間の渦に、シーンとかもうね、あれ、松戸やまさたかさんの音楽も本当に素晴らしくて、今でも結構泣いちゃうんです、あそこ。なんだけど、なんかね、 一回ね、30代ぐらいの子がね、なんかうちに来た時に、なんか何かね、なんかもうこれ本当にいい映画なんだよねって言いながら見てたら、なんかね、40代と30代きっぱり分かれて、なんかね、30代はすごい笑ってんの。あの、もう40代がすごいちょっとね、じーんとしてるシーンで30代の子ゲラゲラ笑ってて、なんかね、もう何な,ならバカにするぐらいの勢いで笑ってて、もう本当に腹が立ったんですけど、なんか、あ,あ、そっか。 やっぱりこう世代によってここで泣けるかどうかって分かれるんだなってちょっとね思いましたそうあれねあの高柳君そうそう友達さんと高柳君の防演技は結構そうあの監督のあのー、ねそういう意図があったって言いますよねあとそうそう、えー、姉妹坂私も好きですはいあの4姉妹の話ねほんと好きです <laughs> めちゃあの大丈夫ですあの 30代で、うん、今、うん。<laughs> はい。まあ、人によるのかなはい。まあ、そんな感じでね、まあ、オーバーさんの話がちょっと長くなりましたけれども。はい。それで、えー、おすすめ曲いきましょう。で、えー、ずっと、大川さんの曲と中崎さんの曲交互でお伝えしていますけれども、えー、あ、4姉妹ものの話またしな、ら今度しよう。 そう三姉妹もの四姉妹もの好きですよねなんかねささみゆきとかねえー、まあ花輪家の四姉妹とかもそうなりますね、はい、え今週ねえおすすめする曲は、えー、野田美紀子さんの「泡、えー、の人」というねこれを及川猫さんが、えー、作詞をされた曲を、えー、お聴きいただこうと思いますまず曲流し,ます流しながらお話しますね まあ野田幹子さんってね、あのー、六本木で今、ワインバー、カノンというワインバーを、えー、開いていらっしゃるんですけれども、もともとね、えー、歌手の方で、で、えー、あの、それこそね、80年代から90年代にかけて、すごく、あのー、一番活動されていた方なんですね。で、えっ、ー、とー、ちょっと、 あれね、アレクサの仕事がないのでアレクサ野田美紀子,子さんについて教えてちょっと待って待ってアレクサ野田美紀子さんについて教えてこんな説明が見つかりました野田美紀子は日本のシンガーソングライターソムリーであるはい。 そうですねまあ、ちょっとシンプルなあれでしたけどでえー、と私、あの森川美穂さん好きだっていうね話を前にしましたけど森川美穂さんがその頃ヤマハ音楽事務所にいてで、えー、と野田さんもヤマハだったんですねなのであのー、そのそファンクラブヤマハのファンクラブに入ってくるとまあそのヤマハの歌手の情報が満載の解放が送られてくるんですよと来たんですよ。で その頃だったら、まあ、チャギアースーさんとか中島みゆきさんとかあとは東野田忠さんという方とかねいらっしゃったんですけどで野田さんの情報も入っていてでここまでのようです何だろうあ時間的にあまさサ君ありがとうねまたねでえっとで あの野田さんってね最初ミノルタカメラの CM ソングでデビューされてえ太陽神様少年というねすごいキャッチーな曲なんですけれどもでその後ねムーンライダースのあお茶まごありがとうございます <laughs> ああわかっていただいたらありがとうございますあちなみにいつもねお名前呼ぶときに KMRKS さんって呼んでるんですけどそれでいいのかしら大丈夫かしらはいあお茶まごありがとうございますでえっ、ー、と。 その野田さんで、えっと、の存在はずっと知っててで、ね、その後ね「ムーンライダーズ」の、えー、鈴木圭一さんとかの、えー、っと何プロデュースでもう何枚もね本当に素敵なアルバムを出されてるんですねでえっとでさらに私がその大学に通ってる時にうちの大学の学園祭に野田さんがいらっしゃったことがあってライブをしに。 で、えっと、生で聴いてすごくなんか感動してでさらにそこから結構野田美幹子さんのアルバム全部聴いてもう深掘りしていったんですけどでその野田さんが実は及川猫さんと仲がよくてで、えっと、結構ね「八方ファミリもいろいろとライブに来てくださったりとか「カノンの方に呼んでいただいたりとかすごくよくしてくださっていて。 まさかね本当にその大学で野田さんのライブを聴いたのが 91, 91年とか92年とかなので今から何年前28年前とかになるのねなんかこうそんな時にねなんかこうあのー、そのそいった音楽すごい好きで聴いてた方とね何にすごいあのー。 応援してていいたただけて本当にありがたいなと思いますので思いましたので、えーちょっとね、せっかくなので皆さんにも野田さんの声を聞いていただこうと思って今「泡、えー、の人」という本当に最近リリースされた2017年にリリースされた曲を今書きながら、えー、お話をしています野田さんの本当に名曲多いので皆さんよかったら、えー、ちょっとね試みにえっと そのアップルミュージックとかでも書けますのでよかったら聴いてみてくださいね、えー、そんな感じで、えー、今週のおすすめ曲は野田美幹子さんの「泡の人」でしたさて、ねえー、それではそろそろもう結構いい時間になってきたのでまた皆さん何かご質問とかがあれば受けたまわりますし、えー、なければ 何か別の話とかもねしちゃいたいなと思いますそうだこの間ねなんかね朝ドラあ朝さんお茶箱ありがとうございますなんか朝ドラの話をみたいなねあそうそうこっちで見る見ていただくので、ね、メッセージあ今までツイッターでご覧になってたのかなそうなんですはい、えー、朝ドラの話をねなんかしようしようと思いながら、えー、していなかった今朝ドラエール ね、えー、ご覧に皆さんなってますでしょうかえー、っとね私結構好きで見ていますあのー、実はねあの今朝ドラってなんかこうね東京制作のものと大阪制作のものを交互にね作られてるんですよでえー、っとでまあちょっとね今回こういうことがあるとまたルーティン狂うと思うんですけど春 4月から放送されるのが東京製作で10月からが大阪製作みたいなね感じでずっと回ってるんですよねで私ね 20, 20世紀までは結構東京製作のが好きだったんですよえっと本当にそれこそまあ惜しいんでしょう惜しんまあ東京ですよね惜しんまあ本当に橋田先生のは全部好きあの女はあ違う女は度胸はあれどっち 女の時はどっちななんだろう大阪かなちょっと分かんないあとまあ内館真紀子先生の「ひらり」とかねえっとあとあのまあもうあんまり記憶には残ってないんですけどなんかね子供の頃なっちゃんの写真館とかねなんかそう <laughs> なんかあのあったねあとはえっと 田先生のもあとかこうそういうね割と東京政策のものが好きだったんですけどただからね21世紀になってから割と大阪政策の方が好きなものが多くてス、えー、あえっと東京だとね「チュラさん」かなあっ「はねこんばで今再放送してますねあれは多分東京政策になると思いますねえっとあ,あとね そそうそうアグリとかもすごい好きだったのはもうほんとに義行和子さんたちのお母さんで、えー、もう日本の美容師の先駆けみたいな「あっ佳子さんありがとうございます」って義行アグリさんっていうね方のお話でまあ義行淳之介さん作家さんのお母さんでもあるんですけどでえっとなんかねやっぱりこうんでしょうすごくアグリさんのキャラクターがよくてあれも大好きでしたねアグリね。 で、えー、で、21世紀になってからは、チレトテチンとか、えっと、あとまあ、カーネーションですよね。それから、結構朝が好き、北も好きでしたね。なんかね、だから、こう、割とね、大阪政策の方が好きなんですよね。で、東京が、なんか、東京政策の方がなんかこうね、あんまり、なんでしょう。なんかね、 あまりにも1週間1週間でそそそうそううアグリさんでそうですね、あのー、1週間で話をまとめすぎるというか何かね繋がりがなんかこう半年の繋がりみたいなものがあんまり感じられなくなってきてで、ね、いつからかなんかね週ごとにこう、ね、タイトルが作られるようになった,たりからかしんないんですけどこうやっぱりこうドラマってすごいし 途中で出てきたこの人が後半ここで思いもかけない働きをするみたいなそういうのが楽しかったりもするのとなんかこうするんですけどなんとなくね最近のその,あの作りそのね作り方で言うとなんかねこう本当にゲストはゲストでもうその時しか出ないみたいな感じだったりとかすごい。 キャラクターのコマみたいいな感じがすごい強くてあんまり好きにな,なんか行き当たりばったりかみたいなのがちょっと感じられてまあごめんなさいね本当にねこれねでも多分自分が仮に朝ドラかけって言われたら絶対に行き当たりばったりになると思うんですけど <laughs> だから本当に今もう一視聴者としても本当に偉そうに語るとまあそうなんですよだからこうあとはねなんかね もうその話すすると止まんないですけどカーネーションの話すると止まんないんですけどカーネーションとかはもう本当になんかねもう1話の中に喜怒哀楽がものすごい詰まっててでこうなんだこのドラマみたいな本当に精密に作られてるっていう感じがものすごいしてもう毎朝ワクワクしながら見たんですよねだからそういうのが時々ね大阪の曲はね制作のやつ今も時々あるんですよ。 なんですけどなんかねあの出だし、えっと、東京も大阪も割とね子供時代めっちゃよかったのになんかこう大人になってからもう流れを打ったようになだれのように崩れていくみたいな、あのー、あそうですよね盛り上げるために出した感のある人とかそうなんですよねそうなんですよなんか駒みたいになっちゃうのがね。でえっとー みたいなものも結構あるのでなんかね子役時代はすごい泣いたのになんかこうその後は惰性で見ちゃうみたいなケースも結構ありますね。はい、でえっ、ー、とーさそうねあのー、あそういう質問ねはいはいはい自粛解除ねそうねはい。 でカーネーネションそうほ本当に小野町子さんの演技も本当に素晴らしかったしだからねなんかねあのもうカーネーションの話今度にした方がいいかな止まらなくなるなはい <laughs> でえっと「あんちゃんの応援歌良かったですねあれもね本当に山口智子さんとあとねあれあれね唐沢敏明さんがねあの時本当にイケメンで、えー、なんだこの人は」っていうぐらいの本当に。 あのあの頃結構私唐沢さんに夢中でしたねはいカーネーション本当に結構深掘りしてましたよねでもねカーネーションの話また今度時間なった時にしようかなで今のエールですよでエールはあのでも結構私今楽しく見ててカーネーション夏木マリ先生の話はいそれ今度今度しますもうねゆっくりね、えー、山口さんと唐沢さんそうですあれで多分出会って結婚されたんだと思いますね でそそうそうエールでもね唐沢さん本当にお父さん役で出ててとてもいい味を出していらっしゃるなと思いますけど唐沢さんも本当にもうただのこうシュッとしたあっさりしたイケメン俳優とかで終わらずなんかこうちゃんと。 ちゃんと演技を磨いてらっしゃるのはとても素敵だなというふうにう「もう何目線だよお前」みたいな。でえっとでエールねあのすごいねあの主人公の,あの久保田くん演じる裕ジ、えー、さんが本当にねイライラするんですよ。であの割とね裕ジふ普段でこうねぐじぐじ結構ね毎週ね週の半ばぐらいまでぐじゅぐじゅすごい悩んでてイライラするんですけど。 それとね結構チャキチャキしたあのー、二階堂ふみさん演じる男のねまあまあバランスが結構いいのかなっていう風に思いますなんかあのー、イライラしてねなんかこうすごい不愉快になっちゃうケースもあるんですけど今のところ絶妙なバランスでだから、まあ、週今5日放送になったのですごくこうなんでしょう、あのー、結構話がコンパクトになっていて。 だからこうそういうのもいいのかもなんかテンポ感がねいいのかもしんないですけどなのででしかもねエールはあの演出の、えー、今脚本の一部も手がけられているのが吉田照之さんという、えー、っとあの弟の夫とかねあとあまちゃんとかの演出もされてる方なんですねで、えー、なのでその。 なんかね、時々すごいハッとするるようなシーンがあるんですよなんかこう静けさを生かしたというか例えばこう波,波の音がしていて海辺であのそこだけセリフがほとんどなくて2人で海を眺めてるシーンとかっていうのがすごい綺麗だったりとか何かねあの時々ねだから私結構吉田さんの演出好きなんだなっていうふうに思うんですけど吉田さん実は一回弟の夫 のあとぐらいにその2丁目の伏見のりあ明さんのお店のアデイン・ジャライフにあのトークゲストでいらっしゃったことがあって私もちょっとそこでねお話をさせていただいたこともあるんですよねまあまあだからひいき目で見てるってわけではなくなんかねやっぱりすごくねなんか結構エールは今のところ私は楽しく見ていますうんそうそうあの もこさんとひろこさんのそれぞれの母親役もすごくいいですね。ほんとにあの頃のあのね80年代アイドルと言われた方々が今いいお母さん役をねされてますよね。はい。まあそんな感じでちょっとね今の朝ドラについて話してみました。で、えー、自粛がねそうですね開けたらうんあのー、でやっぱり。 こう冒頭でも少しねお話ししましたけど、だいぶあの感染者のね数、発表される感染者の数が減ってきました。で、ただ私あんまり感染者数ってこうそんなに信じてなくて、あれはまあ,ある意味ちょっと公のね、政府なり隣が何かこう、ある程度まあ事実に基づいてはいるけれども、まあまあある意味出したい数字。 ななのかなっていうふうに思いながらちょっと見てるんですけど、えっと、ただまあ実際やっぱりこう気温の上昇とか、えっとまあ、自粛の効果か分かんないですけど実際にちょっとコロナのなんかね影が薄くなってるなというのは。 感じなくはないですななんかこう街を歩いててもなんかねやっぱりもうちょっと気温が低い時はあなんかすごいコロナの気配みたいな <laughs> ものをなんかあの感じてたんですけど最近やっぱりそういうのをねあんまり感じなくなったなっていうふうなのは思いますね。ただ今日ねちょっとあの久しぶりに、えー、2桁になったみたいですね。里見さんありがととうございますでえーとー ただまあやっぱり完全になくなったわけではないとは思うので、えー、そうなんです検査の母数の問題もあるのでそうなんですよね、あのー、感染者数自体はそんなにそうですねただまあえっとやっぱり何かしら症状が出たりとかして病院に行けば検査をす,することになると思うので実際に症状を訴える人自体が、まあ、減ってはいるのかなというふうには思いますよね。 でえっと、ただまあ感染で多分、あのー、亡くなったわけでは多分ないと思うのでそのウイルス自体がねなのでやっぱりしばらく、えーまあ、自粛が明けたらもちろんその飲みに行ったりとか私も多分すると思いますが、えー、できるだけやっぱりこう自分の、まあ、身を守るという そこは気をつけたいなというふうに思いますし皆さんにも本当に是非、えーね、気をつけていただければなと思いますそして本当に医療関係の方にはもう本当にここで何とか一息入れ,入れてほしい入れ,入れられるといいなというふうに思ってますでえっとそうそうこの,この、ね、流れでねお話しするとなんかね今も見てくれてるかもしれないんですけどそうですね本当今週 名古屋ね、あったんですよねあ、そうそう私もそうそうもあの今日ちょうどとあるあのセクシュアルマイノリティの弦楽が相談のちょっと司会とかをねほんとはうちの近所でやる予定だったんですけどねなんかいろいろな予定が変わっちゃいましたけどねであのー、そうそうあの病院のねちょっとまあ事務をしている、えー、友達がいるんですけどなんか 結構ねその一時期その入院ね感染してるっていうことで入院された方がでもねタバコが吸いたいって言って結構失踪するんですってでその度にやっぱりみんなで探さなきゃいけなくてもうただでさえストレスが溜まってるのになんかこう余計な仕事が増えて本当にもうスプ,スプレスマックスみたいなねことを言っててなんかねだからもうそこは本当にねなんかねやっぱり病院の方々の仕事を 増やさないでと思いで思ますよねななんかもうなのでなんかこれから自粛期間が明けてまあ少しみんな気が緩む部分はあると思うんですけどやっぱりそこでまた増えちゃうと元の黙阿弥なのでなんかこう極力自分も感染しない人にうつすようなこともできるだけ控える気をつけるっていうことはやっぱりねもうあのそれそういう気持ちを持ちながらやっぱりこうなんでしょう 固まっっちゃった大丈夫あ,見見えてるみんなあのなんかこう経済を回すのとのバランスをねなんかこうそうそうなんかね誹謗中傷もそれこそ誹謗中傷もねあったみたいですよねなんかこう悪意がないのない人もいるかもしれないけどなんかね考えようよっていうね本当ににんか、ね、それ言われたら相手どう思うっていうのは本当考えようよって思いますけどね。うん はいえっ、ー、とそうあとは多分でも私は秋冬あたりとかに、ね、たまたねぶり返すんじゃないかなまあ私はっていうかなんかぶ振り返すこともあるんじゃないかなと思うんですよなので本当にあの病床数を減らすんじゃなくてこのちょっと落ち着いたからこそ今なんかこうてこ入れその病院病院の何かこう こう少しでも今後何かあった時のためにえ受け入れ体制をその本当にそれはもう政府のお仕事だと思いますけれどもえちゃんと病床を増やす方にやっぱりえお金を使って病床を減らすことじゃ今は今はそこじゃない病床を減らすことじゃないみたいな病床を増やす方にお金を使ってほしいなというふうに思いますよね。そんな自粛 に向けて私が思う、自粛会、会場に向けて私が思うのはそういうところでした。はい。フラワー、フラワーアルバムはね、あのね、やっぱりね、こうね、3000円ぐらいをね、出して買っていただくっていうのは結構なハードルなんですわ。なので、えー、もうね、本当に、 紅白が決まったら作れると思いまますす <laughs>、ね、皆さんありがとうございますいやもうね本当に作りたい気満々ですよ我々は本当にあのー、ねえフルアルバムねなんかねでレコーディングってね結構本当にライブとかやる前にもう歌い入れしちゃうのでなんかねまだこなれてなかったりするんですよねだからこうみんなねそれぞれねもう今だったら こういうふうに歌うのにみたいなのが結構あったりするんですよね。ああ、すごい。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に。ね。うん。あ、お茶碗も、まあ、ありがとうございます。えっと、おねぎやします。おねぎやします。ありがとうございます。うん。もう全然いいです。そうしたら土バレしても全然いいですね。はい。で、えっと、まあ、そうそう、お知らせをしなきゃね。えー、はい。 えー、毎度のお知らせです。えっと、5月29日、えー、八方不美人の、えー、新曲、地べたの天使たちが配信されます。そして、えー、5月31日、えー、及川猫さん、中崎秀也さんのトークイベント、プラス八方不美人、えー、ミニライブが無観客配信されます。 確かに紅白も確かに無観客とかになってもおかしくないですよねまあ無観客どころか結構ね最近集団も多いから密ですもんねだから確かにそうそうそれで31日ちょっとねドリアン体心配です本当に今、えー、心配なところなので、えー、決まり次第、えー、皆さんに、えー、ちょっとどうするかっていうのはでもあの トークイベントミニライブ自体は必ずやります。あ、はい、わかりました。ライブプライドね。はい、ありがとうございます。で、えっと、はい。で、本当にトークイベントはね、結構ね、あの、裏話的なものも多分出ると思いますので、えー、もうお聞き逃しなく、ぜひよろしくお願いします。で、えっと、ミニライブの方は、 えー、そうですねまたちょっと地べたの天使たちとかももちろん歌いますし、えー、何かこうスペシャルな何か企画がねできればなと思います本当にドリアンねなんとかねえなってほしい本当にあのー、まあでも本人も本当にいろいろ情報集めて何かこう対策取ってますのではい、あのー、どうか温かく見守ってあげればとほいちゃんはね うん、今んとこなんかちょっとねなんか頭が痛いとか昨日おとといぐらい言ってたけどまあ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 ほいちゃん元気だと思います元気にしてまああのー、してると思いますね最近ちょっとねなんかあのー、仕事忙しいみたいですけどねはい <laughs> T シャツねはいああとそしてそうそうライブプライドのあお茶バ、うん、ありがとうございますえっといつもね オリハスタットちゃんでいいのかなね、はい、そう私結構健康ですねあのなんなら当ねあね家から出ないとお腹が空かなくてなんか食べる量が結構減ったので痩せましたなんならおのお腹周りとかちょっとすっきりしてきてあの元気ですよ私はねはい。 ライブプライド、あとね1週間で見られ、あ、リュウタさんでいいのね。ごめんね。じゃありゅうたさんで、えっと、呼びます。リュウタさんありがとうございます。えー、でそうそう、えっと、31日まで、えー見ら、ライブプライド見られるのが31日までなので、えー、ぜひもう一度ね、ご覧いただき、もしもう一回見たいという方は、今のうちにご覧いただければと思います。はい。あ,あと えっと、今夜も私、えっと、ABC ラジオの方で、えー、12時半から、えー、バギーちゃんのラジオにゲスト出演していますので、えー、ぜひ、えー、もしね、聴ける方は聴いていただければと思います。ラディコでも聞けますなんかね、アレクサがね、ちゃんと ABC 放送を、ね、か,けられるかけられるのよ。ABC ラジオかけて ラジコで「ABC ラジオ」を再生しますだから今すぐやめて「アレクサ止めて、ね」みた<え>、はいな感じ結構ねアレクサ優秀なのよね何気にねはい、えー、そんなわけで、えー、今夜12時半から、えー、ラジオをやっていますはいあれラ,ラ,ラジオのゲスト出演しますはいさて、ね、お知らせはだいたい今のところそんな感じかなじゃあ 時、ね、時間もあち,ょちょっとねね回りました、ねえー、最後にじゃあお歌を軽く歌って今日もお開きにと思います、えー、最後ね何か何歌おうかなと思ったんですけれども、えー、3点3点3点させていただきましたありがとうございます、えー、<laughs> 最近ねちょっとねアレクサさんもちょっと働いてもら,もらえるようにしたいなと思いますねはい さてえー、であの「上を向いて歩こう」を歌おうかなえっとあのー「見上げてごらん夜の星」を前歌ってまたちょっと今度お、OK、手も作っていただいたので改めて今度歌いたいなと思うんですが、えー、ちょっとね私宮本亞門さん呼びかけの、えー、プロジェクトで、えー「上を向いて歩こうプロジェクト」というのがありましてそちらの方を少しだけ本当に。 あの参加させていただいてるんですけれども、それで、その時にね、結構、あの、動画を撮ったんですよこう,うちでね。で、ああ3点ありがとうございます、メトロさんありがとうございます。<laughs> ね、アレクサ、賢くね。<laughs> で、うん、で、やっぱりね、とても本当にいい歌だなと思って、明日があるさね。はい、じゃあちょっと候補入れときますね。そう、あ、なんかね、あの、皆さんからも、もし、 もし何か、あのー、本当に私な,な,なんかでよければなんかこう歌うリクエストがあったらお寄せいただけたらちょっとなんかこう今後の参考にしますのでなんかこううこううもの今このメッセージでもいいですしあるいはメールの方でも構いませんのでもしよかったら、えー、ちょっと歌,歌のねリクエストみたいなのもいただければと思いますメールアドレスはこちらになります。 あ、魔法時間ね。魔法時間。魔法時間ね。そう。あのー、コラボをやりたいんですけど、なんかね、実はあの、あれ、時差の問題があって、あ、7早そ々。なるほど。ちょっとそれ候補入れとこ。あの、時差の問題があって、もしかしたらちょっとコラボ難しいかもっていうことに、ようやく、なんか今頃かみたいな。ちょっと7、ね、な,な,なんかで、ね、やりたいと思うんですけどね。 あとは自分でやっぱりね、弾き語りとかで愛の参加を、花見月を、あのー、あ、あとでメモればいいのか。えっと、弾き語りとかで魔法時間とかね、歌えるといいなーって思ったりしますけどね、まあ、いつになることやら、その頃まで配信やってるのか、っ <laughs> てね、ありますけど、上を向いて歩こう、今日は、えー、アカペラで、えー 簡単に歌おうと思いいますはい、うもう本当に1時間しると声がガラガラ弓破れてもちょっとねはいなるほどあそれいいかも録画した動画をもらって私が合わせて歌うあ,あそれありですねはい「うん」うん「上を向いってできるかな」 上を向いて、くらいかな。ちょっとやってみますね。はい。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。 春の日ひとりぼっちの夜」「上を向いて歩こう」「にじんだ星をか 思い出す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せ いて歩こう涙がこぼれないように思い泣きながら歩くひとりぼっちの夜はい ありがとうございました。ええー、ね、あのー。何でしょう。こう。<coughs> 何言,う言おうとして、なんだっけ。あ、そうそうそう。あ、ありがとうございます。先週ね、なんかそう、ムーンリバー歌って。ええー、後で映像を見たら、すごいね、目閉じると結構。いや、もまあ、知ってるんですけど、自分で、ね、こう目閉じると、こ,こ白目になって。 なんか白目みたいになるのがなんかこうあの なるなと思って今日はちょっとね目目閉じ少なめにしてみました <laughs> ね <laughs> そうなの <laughs> なので、えー、ちょっとね今後はああこうあんまりこう目向いてこうね自分的に普通に目閉じて歌ってるつもりがあお茶箔ありがとうございます家門、えー、さんありがとうございます、えー、なんかこうねおかしな感じになっちゃうので、えー、なんかねこう白目はできるだけ少なくしてみました はい今日もね本当お茶箱ありがとうございましたこの後ちょっとメッセージ付きでえー、メールあーなんかあのメールをね送らせていただければと思いますあ電車乗り換えお気をつけてはいでは、えー、そうですねそろそろ、えー、お開きにしたいと思います、えー、そろそろねあのー、自粛も解除されているかところもあると思いますし東京も 非常に自粛ステップを踏んで解除されると思いますけれどもどうぞ皆さん今後も感染等々気をつけてまた1週間お過ごしくださいまた来週お届けできればと思います今週もお付き合いいただきありがとうございましたスムラルダでしたありがとうございますあお茶ま君ありがとうございます薫さんありがとうございます なんかね、えっとこ、しばらく皆さんのありがとうが、なんかこう、一と区切りつくまで、あ、お茶葉くありがとうございます。仙道さんありがとうございます。仙道じゃん、仙道じゃん、ありがとうございます。仙道じゃんさん、ありがとうございます。えー、ね、皆さんのご、挨拶、最後のお別れをちゃんと、あありがとうございます。うじろさんもありがとうございます。あの、お茶葉さん、くんありがとうございます。 しばらくこう、でもね、これは別に切り方がわからないんじゃなくて、えー、はい、ありがとうございます。そうか、これ時間決めればいいんだな、1分。一分間こう、ご挨拶します、みたいな。じゃあね、あと、20秒くらい。<laughs> 長っ。えー、あー、ありがとうございます。えー、ね、あの、もう皆さん大丈夫です。もう本当に、あの、適宜。 自分のタイミングで、ちびまる子ちゃんも始まりましたので、自分の、ご自身のタイミングで、えー、ね、切っていただいあ、じゃあ、あと2秒ぐらい、1秒。ではでは